つくばセンター、つくばセンターバス停留所は、茨城県つくば市東ず一丁目にあるつくば駅の駅前広場を使用したバスターミナルである。国際科学技術博覧会、科学万博開幕直前の1985年3月14日、つくば研究学園都市センター地区の交通ターミナルとして、つくばセンター交通広場が設置され、付近を通っていた路線バスが乗り入れるようになった。 当初から停留署名は、筑波センターである。研究学園都市における、交通の拠点として機能し、JTB 時刻表では2006年4月号で、筑波駅に変更されるまで、市の中心駅として記載された。筑波エクスプレス開業後は、筑波センター交通広場が、駅前広場に改称され、駅に付帯する、バス乗り場、すなわち実質的には、筑波駅バス停となったが、 交通網の実態や歴史的経緯なども絡み、現在も筑波センターの名を引き続き使用し、正式名称としては駅を名乗っていない。一部で TX 筑波駅の閉賞、閉駅を実施している。筑波山や筑波大学などの市内観光地、研究機関、牛久、土浦、下妻などの周辺都市への一般路線バスや、筑波市のコミュニティバス、筑、バス、都内、 東京国際空港、羽田空港、成田国際空港,田空港、成田空港、茨城空港、水戸、東京ディズニーリゾート、お台場などを結ぶ中距離高速バスや名古屋、京都、大阪方面への夜行長距離高速バス路線発着する。現在のバスターミナルは2008年7月からの再整備工事、工事図を経て2010年1月8日に 供用開始したものである。屋外型の広場で外周部にバス乗降場が中央部にタクシープールが存在する。外周部の北西寄りに筑波駅出入口 A3A4 にエレベーターがある。バスの出入り口は南西、筑波クレオスクエア QT 側の一箇所のみであり、一般車の乗り入れは禁止されている。バスターミナルの東側には、 キスアンドライド駐車場が隣接して設置されており、これも駅前広場の一部として扱われている。この駐車場は20分まで無料、20分を超えると有料で利用できる。バスターミナルと駐車場の間には休憩所を兼ねた関東鉄道のサービスセンターが設置されていたが、後日のビビ、つくば開業に伴い機能を同施設内に移転した。また、広場周辺には、 大型自転車駐車場や数百から千台規模の大型駐車場が数箇所設置されている。なお、つくばセンター広場は、これとは別のもので、隣接するつくばセンタービル前の広場のことを指す。つくば山に直行するつくば山シャトルバスが発車する。つくば駅 A4 で入り口前に位置する。つくバスの基地沼シャトルと南部シャトルが発車する。 つくば駅改札外エレベーターの地上出口前に位置する。つくばの北部シャトルと小田シャトルが発車する。つくば駅 A3 出入口前に位置する。主に研究学園地区南部、松城、二宮、稲荷前、並木など、荒川沖駅、日立の牛区駅へ向かう一般路線が発車する。のマークの路線は、つくばセンターを発車し、各バス停を通った後につくば、 センターへ戻る循環コースである。土浦市中心部、大保、豊里、筑波地区、上層市石毛地区、下妻市方面への一般路線が発車する。筑波大学校内を経由する系統が発車する。深夜バスは、平日、祝日を除く月金曜日の深夜に3便のみ、運行。東京駅業の高速バスと、イオンモール土浦。 平日夜1一便のみへの路線バスが発車する。茨城県運転免許センターや水戸駅方面への急行バスと、筑波号を除いたすべての高速バスが発車する。土曜、休日には研究施設などをめぐる、筑波サイエンスツアーバスも発車する。1から8番乗り場が、駅前広場にあるのに対し、等乗り場は、筑波駅 A1 出入口から西に進んだ。 中央通り上に位置する。臨時の乗り場であり、定期便の発着はない。毎年春に運行される、新壁のひな祭り号のほか、筑波大学の入学試験やセンター試験、研究所の一般公開や学会などの際に、当乗り場から臨時のバスが発車する。筑波センター9番と書かれた、停留所標識が通年設置されている。関東鉄道グループの路線は、系統番号が、 路線ごとに割り当てられるため、方面が上下逆方向でも同じ系統番号となる。徒歩約10分以内の施設は、筑波駅駅周辺を参照。下記の路線バスのほか、施設によっては、筑波サイエンスツアーバスを利用することもできる。ビビくばビビくばは、筑波センターバスターミナルの南側に隣接する複合商業施設である。 つくば市が新たなターミナルビルを建設する方針を2012年11月に公表し、整備事業提案協議を経て2014年3月に大和リースト事業を締結し、2015年9月5日に開業した。施設は鉄骨造りの5階建てで、商業店舗や学習塾といった民間のテナントのほか、つくば市のインフォメーションセンターやつくば大学の サテライトオフィスといった公共のテナントも入っている。また、上述の筑波ターミナル解体後、バスターミナルの敷地内に、仮設の平屋建ての建物として存在した、関東鉄道筑波学園サービスセンターバス待合、室及び高速バス乗車券の自動券売機は205年9月4日に、投資設内に移転した。なお、新たな筑波学園サービスセンター内には、 飲食物などを販売する売店も併設されている。2008年7月からの再整備工事以前は、外周部と中央部にバスバースが、南寄りにターミナルビルの、筑波ターミナルや、タクシープールがあった。バスの出入り口は北、学園中央通り側と、南、筑波クレオスクエア、QT 側の2カ所であった。開設当初から、バスレーミへの一般車乗り入れは禁止されており、 別に一般車乗り付けスペースを設置していた。各バス乗り場をつなぐ、京城駅のような立橋、階段が設置されており、2階にあたる階層は、ペデストリアンデッキとつながる、つくばセンター広場と同じであった。ターミナルビルは、同広場の階層と同じ2階にも、出入り口があった。これは、路線数の関係上、ほとんどのバスが、外周部分からの発着となるためあまり利用されて、 いなかったが、筑波駅開業後はこの陸橋の一番北の階段、八番乗り場が駅へのエスカレーター、A3 出入口と事実上接続する形となり、駅からでき、筑波センタービル方面へ移動する通行者が若干増加し、ターミナルビル横には筑波センター広場に登る専用エスカレーターもあった。2008年7月からの再整備工事により、解体され現存しない。 財団法人筑波都市交通センターが管理する2階建ての建物だった。1階はバス乗り場やタクシー乗り場に面し、2階はペデストリアンデッキとつながる筑波センター広場に隣接し、1階2階の双方に出入り口があった。当時の入居施設は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。